どうも、ハルカットです。放送ギリギリ、ちょっと際どかったアニポケのシーンをまとめてみた。まずはこの回、無印編第18話、青プルコの休日です。美女コンテストが行われる回で、たくさんの水着美女が登場します。最近のアニポケは、登場人物の水着が出てくるときは、このような感じで、あっさりめに描かれるんですが、昔のアニポケの水着姿はこちら。これはすごい。子供の頃なんとなく見てたアニメも昔の方が過激ですよね。いや、いろいろと際どかった人物、ブチキル博士。アニメオリジナルのキャラクターでオレンジ諸島に登場する博士です。水着姿が今見るとめちゃくちゃヤバいんですけど、こちら。いや、もうすっごい。これ水着なのは別にいいんですけど、水着のデザインが明らかに狙っていますよね。ハイレグ水着にこの胸はアニメで出して大丈夫？しかもポケモンだよって思いますよね。次はこの回、無印編第35話、ミニリュウの伝説、サファリゾーンのお話です。サトシが30匹のケンタロスを捕まえたのにも有名な話ですよね。この回問題シーンがあるんですけど、それがこちら。登場人物が拳銃を突きつけるシーンです。子供もたくさん見てる今のアニポケでは絶対にありえないですよね。ちなみに海外ではこの回は放送禁止回となっています。次はこの回、無印編第19話、メノクラゲ、ドッグクラゲ。環境破壊をする人間に復讐をするために、巨大なメノクラゲとドッグクラゲが街に来て建物などを破壊するというお話です。ドッグクラゲたちが建物を破壊する姿がテロを連想させるため、海外ではこれも放送禁止となっています。今はアマゾンプライムなどで視聴可能ですが、洪水シーンなどもあり、たびたび放送エピソードから消されています。次はこちら、無印編38話で放送された電脳戦士ポリゴン。これは際どいっていうか、もうアウトな回ですね。日本でも海外でも放送禁止になっています。激しい光の点滅で当時テレビを見ていた多くの人が病院に運ばれました。いや、これは今ではありえませんね。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてねと、アニメの前に始まるこれは、このポリゴン界のせいでつけられるようになりました。伝説じゃないけど伝説っぽいポケモンまとめ。まずはウィンディ。ポケモン図鑑で伝説ポケモンと書かれており、一番初期のアニメ無印の2話で、サトシが見ていた古代の石板には、純伝説である山頂と一緒にウィンディが書かれているんですが、実際普通に出てきますよね。ウィンディが伝説ポケモンなのは、モチーフになっている狛犬が伝説の生物だからです。石板にウィンディが書いてあったのは、きっとアニメ時点ではウィンディも山頂と同じ純伝説ポケモンにしたかったからだと思います。次にこちら、アブソル。ジラーチの映画の広告でもグラードン、ジラーチの肩を並べて書かれています。またアニメアドバンスジェネレーションのオープニングでも、ラティアスとラティオスが飛んだ後にアブソルが登場。扱いがめちゃくちゃ伝説ポケモンですよね。でも草むらとかに普通に出てくる。次はこちら、ゾロアーク。映画の主役にもなったポケモンなので伝説ポケモンと思いきや、こちらも草むらから普通に出てくる。次はこちら、ウルガムス。クリア後ののみ進めるダンジョンに固定シンボルでレベル70でいるポケモンです。ハラダの洞窟にいたミュウツーみたいな立ち位置なので、誰もが伝説かと思いましたが、普通に卵孵化できるっていう謎。皆さん、見た目とイメージに騙されてはいけませんよ。あまりにもやる気のないジムリーダーたちをまとめてみた。ポケモンの世界では各地にポケモンジムというものがあって、そこの責任者であるジムリーダーに挑戦者が勝利するとジムバッジをもらうことができますよね。アニメでもサトシがジムを回ってバッジを集めていたんですが、ジムリーダーの中には全然やる気のないジムリーダーもいましたよね。今回はそんなアニポケのやる気のないジムリーダーたちを紹介していきたいと思います。まずは原田三姉妹。初代のヒロインである霞のお姉さん三姉妹です。原田ジムのジムリーダーで、サトシがジムに訪れた時にはシンクロショーをやっていました。サトシがジムのことを聞いても、前に来たシゲルにボコボコにされたらしく、戦えるポケモンがおらずバトルをする気がなくて、サトシにはバッジが欲しいならあげるという風にすぐに渡そうとしていました。まあ戦えるポケモンがいないのは仕方ないですが、他のポケモンも用意しといてほしいですよね。次はデンジ。デンジはナギサシティのジムリーダーで、ほぼ負け知らずという圧倒的な実力の持ち主です。友達であるオーバーが四天王になった後は、街の改造に没頭して、ナギサタワーを完成させた後、バトルに対して全然やる気がなくなってしまいました。ジムに来てもバトルは行わず、ジムの前に大量のバッジを放置して、挑戦者に持ち帰らせるという形をとっていました。いやいやいや、ティッシュ配りじゃねえんだから、あれはさすがにヤバくないですか？本当にびっくりしますよね。次はフーロ。フーロは、吹き寄せジムのジムリーダー。
ーです。パイロットをしているためフライトの時間がなくなるという理由で実際のバトルは行わずエアバトルというもので勝敗を決めていました。その方法とは、最初にフールと挑戦者が3体ずつポケモンを出し、フールの頭の中でバトルを想像し、相手の方が強いと分かるとバッジを渡すというものです。時間を作るために考えたなと思いますが、頭の中で想像したバトルっていうのはあまりにもいい加減すぎますよね。最後はシトロン。シトロンはミアレジムのジムリーダーです。サトシと旅をした同行者でもあります。シトロンは趣味である発明の時間を作るためにシトロイドというロボを作り、ジムの代理人として利用していました。いや、時間を作るためにロボを作ったのはいいんですが、プログラミングミスによりシトロン自身も追い出されていましたよね。ロボットに任せるのであればしっかり作っといてほしかったですよね。地方のジョイさんとそのアシスタントポケモンについて。ジョイとはポケモンセンターで弱ったポケモンを治療してくれるお姉さんです。ジョイっていう名前の由来はジョイから来てるそうですよ。ジョイとは女性の医者っていう意味ですね。ジョイみたいな。いや、親父ギャグで、このジョイなんですが、地方ごとに服装と髪型、アシスタントポケモンが違います。まずは最初の無印から上都地方、新大地方までのジョイさんがこちら。髪型がすごい独特。前髪どうなってんのこれ。最初のジョイさんは十字架のマークのナースキャップをかぶっています。アシスタントポケモンはロッキーですね。次は一種地方のジョイさん。だいぶ雰囲気変わりましたね。服装も全然違います。アシスタントポケモンはタブンネです。多分ね、面白いでしょ。次はカロス地方のジョイさん。髪の毛が若干上気味になったかな。帽子のマークもモンスターボールのマークに変わりましたね。アシスタントポケモンはプクリンです。アローラ地方のジョイさんがこちら。なんか服装的にジョイというよりは受付のお姉さんって感じですね。新無印に登場したジョイさんは、まあ最初の無印と同じジョイさんでしたね。ちなみにジョイさんってどの街に行ってもみんな同じ顔してますよね。最初は同一人物かと思いましたが、それは違うそうです。実は各街にいるジョイさんはみんな親戚だそうですよ。お姉ちゃんとか妹とかいとことか。いやいやいや、だとしても全く同じ顔で同じ声は怖すぎる。こんなジョイさんですが、この画像を見たらわかるんですが、帽子のマークの色とかね、まあどこの街のジョイさんかわかるっちゃわかるそうですよ。でもたけしだけはマークを見なくても匂いとか性格とかほくろの位置とかね、どこで出会ったジョイさんが見分けることができるそうです。さすがたけし。ポケモン界に登場するサイコパスなポケモンとポケモンの人物についてまとめてみた。まずは夏目。夏目は関東地方のエスパータイプ使いのジムリーダーです。アニメでは無印編22話で初登場しました。小さい頃から超能力の持ち主だったんですが、ジムに来たサトシと負けたら一緒に遊ぶという約束をした後、試合で負けたサトシたちを小さくしてドールハウスに監禁しようとしたり、逃げようとしたタケシとカスミを人形にしてしまうだろうサイコパスプリを発揮していました。また自分のお母さんまでも人形にしてしまいました。親までも人形にしてしまうっていうのはやばいですよね。てか、この夏目が登場する回は子供の頃見ててかなり怖かったなという記憶があります。特にこの人形不気味すぎる。次はカプテテフ。カプテテフはサールムーンから登場する伝説のポケモンです。アローラ地方にあるアーカラ島の守り神なんですが、アニメのサールムーン編登場した際にはちょっとしたサイコパスプリを見せました。サトシのイワンコが進化する直前ということで夜中に抜け出して自分で特訓していたんですが、そこにカプテテフが登場。笑顔でやってきてイワンコをボコボコに攻撃。その後一度カプテテフは去り、また瀕死のイワンコを見つけたんですが、そこで鱗粉で回復してくれたかと思いきや、思ったより治らなかったことに逆ギレしてさらに攻撃しようとしたり、読めない行動をしていました。最初はイワンコの特訓の手伝いをしてあげてるのかなと思ったんですけど、必要以上に攻撃したり回復させてまた攻撃したりっていう行動がちょっとびっくりしました。笑顔で攻撃するのがちょっと怖いですよね。次はカガリ。カガリはルビーサバイアに登場するマグマ団幹部の女の子です。目つきは悪いんですがショートヘアで喋り方が可愛く、僕が推しているキャラクターではあります。カガリは明晰な頭脳を持つ元科学者で、行動というより喋り方がサイコパスというか変人だなと思います。公式 YouTube に上がってるポケモンジェネレーションズというアニメでは、主人公に対し君とエンゲージしたい、君とアナライズしたいと笑顔で言ってたり、ゲームでもヤバい発言をしています。いや、めちゃくちゃ可愛いんだけどね、この子怖いよね。次はブルー。ブルーはレッツゴーピカチュウイーブイの NPC として登場するんですが、カナダの洞窟でミュウツーを捕獲後にミュウツーのいた場所へ再び訪れて、ミュウツーをゲットしたことを伝えると勝負を挑んできます。勝利するとミュウツーナイト X、ミュウツーナイト Y がもらえるんですが、
その後主人公をミュウツーごとゲットして自分のポケモンにするということでモンスターボールを投げつけてきます。人ごとゲットしようとする行動がヤバすぎますよね。ちょっとモンスターさんとのグッズ、よろしくお願いします。では次の絵、せーの、グッディー。